姫路城に、行ってきた時にさ、はい、まあ、大師はちょっともう疲れたちで寝てたんで、僕一人で行ってきたんだけど。あ、一人講座だったんですか。一人で行って、へえーと思いながら写真撮ったりして。はい。だからその写真大師にあげたんで、大師のブログの方に。おー。うん、あの改装中の写真とか、出てるんじゃないかなと。はいはい、あとで、ね、姫路の話、姫路城の、はい、姫路城三の丸まで残ってるんですよ。はいはいはい。要は、本丸があって、はい、まあ本丸落とすの本丸があって、はい、それを囲むように二の丸というのがあって、はい、さらに囲むように三の丸っていうものがあるわけだけど、はい、三の丸っていうのはそもそも、はい、あの現存してるお城なんてほとんどないわけで、はい、大体二の丸までか、まあ、本丸だけかっていう状態なわけでしょ。はい、っていう話をした時に大師が二の丸とか三の丸って意味がよくわからなくて、お本丸は聞いたことあるけど二の丸三の丸は聞いたことある。要はそれを囲むように、はい、要はあの防御するための、柵が柵っていうか、まあ、その塀があってさ、はい、まあ、三の丸は崩れたって、二の丸が崩れた、外堀が埋まったとか言うじゃないって、はい、で本丸落としたとか言うじゃないって、はい、でその三の丸までは通常その三の丸までは大概今は残してないから、はい、もう今もう町になってきてしまってるのが、うん、姫路城以外とかは、はい、まあ、多いんだけど、その三の丸本来は三の丸の中にあった部分だぜっていうところが、はい、地名として丸の内って残ってるわけじゃないっていう、そうか、丸の内ってそういう意味だったんですかっていうのでものすごい感激してる、はい、初めて丸の内の意味を知ったっていう、はいはいはい、だから江戸城ってもともと丸の内まで入ってたわけで、三の丸でさって、はい、ねっていうような話をちょっとしてて、でも一時が万事ね、その姫路もそうだけどさ、ええ、イフのツアー中っていうのはずっと先生みたいになってて、その社会見学とかの、はいはいはい、夜寝る時とかさ、はい、じゃあ、なんですか、宇宙の果てとかって、はい、どうなってるんですかとか、知らねえよ。知らねえよ、そんなことまで。そんなこと、そんな、だから、なんだね、大師もね、聞いてる。最初は、織田信長、はい、じゃあ、姫路城誰だったんですかって、秀吉、赤松とかいて、はい、まあ、基本的に張り混ぜ目があって、秀吉になって、はい、で、大阪城だって秀吉は、姫路城もらったんですか、そうだよって。そうだよって。そういう細かい。だから知らないってことはすごく楽しいことだよね。いろんなことを知ることができるわけ、はい、今興味を持ってるのと、はい。だけどそのうち何でも俺が知ってるんじゃないかと思い始めて。どんどんエスカレートしていくんだよ、それ。はい、そう思いますよ。もう何でもこう聞きたくなりますからね。はい。その時に、はい、まあ、いや続き、2ヶ月。はい、続き。はい、続き。はい。その時にさ、はい。もう終わっちゃうからさ、そうですね、喋ってると。で、宇宙の果てどうなってるんですかとか、はい、あと、じゃあ、神様はいるんですかとか、ね、知らねえって、そんなことまで。そんなことは、もう。何でも知ってるわけじゃねえんだよ。でも、宇宙の果てとかどうなってるんですかっていうのをお釈迦様が聞かれた時に、はい、そんなことは知らなくてもいいっていう。うん、知らなくても良いのですっていう、はい、で、なるほど知らなくても良いんだっていう。まあ、ブッダが言うにはそういうことなんだよっていうふうに言っていう話をしたとき、ブッダって本当にいたんですかって。いや、ブッダはいたよっていう。ブッダはいた、ちゃんと。インドにいたって。あ、ブッダってインドなんすかって。そうだよ、インドだよって。インドから仏教はこう来たんっていうか、仏教はインドでとりあえず生まれたんだよっていう。はい、で、じゃあ、あれで、ターバン巻いてるのって仏教ですか？違う。ターバン巻いてる仏教徒っていないよね。仏教、お寺とか行った時にターバン巻いてないよね、お坊さんは。そう、だからインドからその中国、その日本って感じで仏教って移ってきて、もともと日本のものじゃないんだよ、仏教っていうのはっていう。でも漢字使ってるじゃん。そうだけど。それは伝わってるんだ、うん。そう。それ言われてみると、いちいちもっともなことは言う。わ、うん、かる、その、だからこの感覚って大切なんだよ。はいはいはい、日韓元帥的には。日韓元帥やってる身としては、はい、子供の時にあの不思議に思った感覚っていうのは、絶対大切にしなきゃいけないじゃん。そうですね。考えてみたらそうだよね。うん、はいはい、インドで生まれたりしたらなんで漢字使ってるんだろうとか、はい、そういうことで不思議に思うわけじゃない、はい、うん、で、考えてみたら、そうだ、仏教ってインドで生まれたのにも関わらず、なんでインド人はターバン巻いてるんだろうって。そうですね。不思議に思うわけじゃん。はいはいはい。でも本当にもうちょっと言うと、インド人のターバン巻いてるのって、はい、ターバン巻いてるのって、その、なんていうかな、その宗教の中でも、ものすごいパーセンテージ少なくて、はいはい、多分、インド全体の 5% 未満ぐらいの、そうなんですか、人口。そうなんですか。ただ、あれは、その、インパクト強いじゃん、ターバン。はい、
だから、みんな何かとその絵柄には入れられるけど、はいはいはい、実質、の宗派の人たち、はい、ターマンを巻く宗派の人たちっていうのは、全体の 5% 未満だっていう。そんだけしかいないのに、あんなに巻いてるイメージがあるんですね。巻いてるイメージがある。みんな巻いてるみたいな。みんな巻いてる。イメージがある。ありますね。でもそういうもんだったりするんだよ。ああ、なるほど。うん、だからね、逆に、まあ、いろんなものを、と、ツアー中教えて、はい、逆に教えられる旅っていうんですか、ね。ああ、なるほど。うん、そんな感じなんです。ああ、いいですね。そんな感じの姫路でした。はいはい、はい。また来週、名古屋の話しましょう。あ、はい。小枝源成こと、楠本修正と、マーシーこと、真島新でした。また来週お会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。